そのある種霊が目撃されるであるとか、まあ、逆にそのパワースポットもそうなんですけど、うん、やっぱそういう空間的な特徴って実は結構共通するのがもしかしたらあるのかなと思ったりはするんですよね。あのね、私が取材した会談の中でて、うん、はいはい、あるんですよ。その、まあ、ちょっと手短に話しますけど、はいはい、まあ、とあるあのな、うんとね、あれはどう説明しようかな、ハイホテル、うん、これがね、長野県の山の中にあると、はい、でここがある軽音サークルが合宿に行った時に、そこに施設もあるんですよ、合宿施設が、はい、そこに行った時に肝試しに行く定番スポットだったんですね。あ、うん、はい、である年のその肝試しに行った折にそこに行く、でそこにはね B1 階から始まるんですよ。ロビーが地下1階、まあ、山を登って下った先に入り口があると。で、まあ、ハイホテルなんでね、まあ、こう朽ちてるんですけど、行って階段上がると1階で、まだ2階に登る階段があるんですけど、この階段が誰も登ったことない、すごい肝試しの歴史、毎年行ってるから肝試しの歴史はすごいあるのに、誰もそこを登ったことがないんですよ。だから2階がどうなってるか誰も知らないんですね。この理由がなんでっていうと、普通に階段がこう1個しかなくて、2階に登る階段1個、上がって踊り場があって、折れてまた上に上がれるんですけど、この見上げた時の踊り場と階段の雰囲気が怖すぎて、うん、誰もがこれ登っちゃいけないんだって思うくらい怖いから誰も行ってないっていう場所がある、はい、これもちょっと手短に話します、ね、あ、まあ、全然ゆっくりですよ、はい、結局ね、一人の男性、はい、まあ、ある時の肝試しの時に、まあ、ちょっといじめられがちな男性だったので、ちょっといじられるというか、行け行け行けと言われて、はい、もう行きたくないよ行きたくないよって言っても、うん、もう行け行け行けって言われるから、うん、しょうがなしに行って、うん、で行った結果、一人で行って、もちろん誰もついていかない、怖いから、はい、行かせてほっといたら、階段の踊り場であーはーはーはーって笑って、もう反響乱、はーはーはーって、はい、で何の笑い事だって集まると、もうへたり込んで、その踊り場で、あいつやべえじゃんって言って引っ張って、うん、ずっと反響欄、泣いたり笑ったり、こう振り払ったり暴れたりとかね。でこれはやばいということで、まあ、ちゃんとその宿泊施設の方に、はい、うん、まあ、引っ張って、うんうん、もうちゃんと歩いてくれないから、みんなで引っ張って連れて行って、はい、だんだんね、そのハイホテルから離れていくにつれて、ちょっとずつこう正気に戻っていった。もう正気に戻ってもやっぱりなんかぐったりした感じ、ね、はい、でどうしたのって言っても覚えてないって、うん、でそのね、宿泊施設に戻ってもう騒然となったんですよ、起きてる人たちが、はい、なんか何あったのって、もう、うん、わーって感じで来たから、みんなが何あったのってなった時に、その肝試しに参加しなかった先輩が降りてきて、うん、もしかしてあいつに何かあった、ってその登ったやつの名前を指して、はい、まだ事情も聞いてないのに、あいつに何かあったのって聞くんですね、うん、で、あ、なんでわかるのって、実はこれこれこういうことがあって、やつが反響欄になったら、もう笑っておかしくなっちゃったんだよって言ったら、はい、はあ、やっぱり俺ちょっとさっき夢見たんだよねって、夢、その先輩、その寝ていた、肝試しに参加しなかった先輩は夢を見たと、うん、この夢の内容が、自分はまあ、その夢の中で、まあ、一つのカメラ、存在しない、なんか部屋の中を見てるだけの存在って感じなんですね。で、なんか部屋の中にいるなと、いろんなものがあるなと思ってると、サイドテーブルがあったりとか、ベッドがあったりとか、まあ、窓があって、そんな広くない部屋だなって思ってる時に、途中で、あ、これ俺らがあれだって、肝試しに行ってるホテルじゃないかと思ったんですよ。うん、あれなんかそんな気がしたと、夢の中で、うん、で、あ、なんだそうなんだと思ってるうちに、こうだんだん部屋の中がはっきり見えてくると、うん、そうするとね、男女が手をつないで立ってて、背中を向けてるんですよ、カメラに向けて、で外を見てると、窓に向けて、うん、だからなんかそういう人たちが
急に現れたなと、うん、気づいたんですね。その男女の男の方は後輩のあいつじゃんって、あのいじめたら面白いあいつじゃんって、はい、突っ立ってるなって後ろ姿でも分かると。でもじゃあ横にいるこの女の人は誰だろうって、普通に洋服を着た女の人、髪の黒い後ろ姿だけ、うん、なんか変な夢だなと。でなんか これってあのハイホテルでこの2人なんかちょっと気味が悪い、うん、なんか不気味だから、あ起きたいな起きたいなって、この夢から覚めたいな覚めたいな覚めたいなと思ってるうちに、この女の人がグググググってちょっとずつ振り向いてきますから、はい、あ早く覚めなきゃこの女の人の顔見ちゃう見ちゃうって、やばいやばい早く覚めたい、でもカメラなんで目をそらすってことはできないですよね、はい、あやばいやばいやばいって言って頬あたりも見えて今にも顔が見えるぞってとこでパッと目が覚めたんですね、はい、パッと目が覚めた途端1階の帰ってきた彼らのざわざわざわっていう声が聞こえて、あこれなんかあったなと思って降りて、すぐあいつになんかあったって聞いた、はい、まあ、そんな話なんですけどね。結局そこのホテルで何があったのか、あるいは事件があったとかいう噂もないので、単なる朽ちたホテルということで言ってるだけなので、うん、まあでもなんか夢とそこの部分がリンクした感じに仕上がったということで、まあ、一つ階段だなと。このいけない階段、はいはい、うん、なんかあるんでしょうね、その空間行っちゃいけないってみんなが思う、はい、なんか情報を発してる、はいはいはい、うん、はでも確かにこれ不思議ですよね。その例えばその単純な廃墟とかでも、ただただのそれは普通の廃墟であって、うん、別に何ら霊的な噂ももちろんないっていう場所も当然多いわけで、うんうん、でも廃墟の中でもなぜかこの廃墟とある廃墟だけは非常にそういった霊の目撃談が多いとか、うんうん、っていうのって何かやっぱある種空間的な特徴なのか、うんうん、土地の歴史とかまでも行っちゃうよね、はい、そういうところを探そうと思ったらさ、はいはい、そうですよね、うん、何の違和感もないはずなのに、なんでここ嫌なんだろうって時に、はい、やっぱその一帯の歴史を調べていくと、はい、意外とこう意外とってことはないか、はい、やっぱりってくらいその陰惨な、あ歴史があったりとか、何かその歴史的な、うん、その履歴みたいなものがこう見つかるという。